友ヶ浦港です。銀鉱石を運ぶ船を係留していたんでしょうね。リアス式海岸、何かいそうですね。今は入れません、残念。今遊覧船で観光するんでしょうね。今日もよく晴れそうです。なりすながる琴ヶ浜です。先ほど言った友ヶ浦の方です。高山の道並んでます。マジ高山。9号からこの道に入りました。車道です。大森大観所あと 8.1 キロ、分岐で左に行って戻ってきました。車を止めて7時半スタート。山道ありそうなんですがね。元気よく歩きましょう。大きくカーブするところ。隣の山です。これも道ですが。太田市の山になります。これは道ですね。鉄塔までかな？鉄塔を見に来ました。樹冠から海が見えます。先ほどの琴ヶ浜見えてますね。あそこでしょう。海が青いです。車道が見えるから登ります。ガードレール開いてました。続けて上、離合のマーク。南から北にカーブします。マムシグサ。 1000m 表示。電線沿いはちょっと視界があります。椿の花落ちています。最初の電波塔。大きな山ですが雲がかかっています。上に展望バーあるかな。まだまだ上、1400m。隣の山より高いです。まだ右のようですね。でも道が、右は立ち入り禁止。やはり左回り。もうすぐ、いよいよです。柵で囲われてます。三角点どこかな。こっちにも電波塔。向こうの方が高いように見えます。ここが高山の山頂でいいのかな。 1700m の杭。良い展望ないですね。ちょっとこの道見てみます。電波塔の道でした。分岐に案内ないでしょうか。防衛省用地だから守ってるんですね。続けておりましょう。海岸から見て楽しむ山なんでしょうね。電線沿いにも上がれるんでしょうね。ここが展望良いとこです。山の方です。太陽はこっち。600m 通過。ここは初歩き。線沿いの道ですね。やはり車止めあったんですね。ここはちょっと広い旋回場。ここに案内があります。友ヶ浦は 3.4 キロ、大森大観所 7.2 キロ。今日はこっから登りました。昔の人もここ歩いたんですね。ネットで見てきたけど海がよく見えませんでした。もうすぐ9時です。この後車で移動します。角谷入り口、冠川沿いなんでしょうね。